こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト。どうもヨーロッパ企画の石田豪太です。構成作家団長です。はい、というわけでまあもうあっという間にね12月も終わりますよ。いやそうですよ、終わっていきますよ今年も1年。イエティというね、僕ヨーロッパ企画、はい、イエティという、まあ、ヨーロッパ企画のユニット、でお芝居をやってたんですけれども、無事、京都、東京、大阪と3都市やってまいりましてはい、はい、本当に終わりました。お疲れ様でございます。お疲れ様でございまして、いや本当にね、あのいろいろありましたけど、風邪ひいたりとかいろいろフラグ立ててしまう事件がありましたけど、うん、今日はね、本当に最後の最後イエティ全部終わって気持ちよく終わるはずだったんだけど、あれ、はい、ちょっと劇場の人に軽く怒られるっていう。あれれれれ。そうなんですよ、まあ、僕も34歳で劇始めてもう15年ぐらいですよ。なるほど。やっぱ劇場の人に怒られるっていうのは怖いね。まあバラシをしてたんですよ、うん、まあバラシっていうのはこう後片付けなんですけど、ね、そうですね、芝居終わって全部閉まった時に、パンチカーペットっていうね、床になんかこうカーペット敷いてるんですよ、まあ、黒い、そうですね、黒い、うん、それをもう丸めて、はい、綺麗に丸めてっていう作業をやるんですけど、はいはいはい、それを最後ねこう丸めて、はいはい、ちょっとなんかこう綺麗にその丸まらなくて、うん、なんかね先っぽが鉛筆のようにとんがっちゃうみたいな。出ちゃうんですね。出ちゃう、難しいのよあれ、まっすぐ綺麗に巻いていくの、うん、長い距離あるから、はい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 、結構な距離こう巻いていくと本当鉛筆が尖った先のみたいになるのね。なるほど。でそれがそのまあまあ出てたんで、はい、それを巻き終わった後にそのパンチカーペットをこう縦にして、はいはいはい、鉛筆の尖った方をこう地面にトントントンとこう、まあ、へこませようと下にこうトントントンとやることによって、はい、そのフラットフラットというかまあ、まっすぐにするみたいな、うん、尖った部分をなくすみたいなのを、うん、僕がこうパッとこうかっこよくさ先輩らしく先輩ら劇の先輩でこう今までやってきた15年間の経験の全てで、うん、これいいんだよ。これは別にとんがったとしてもこうやれば簡単にみたいな復帰できるんだぜ、劇の後輩たちが見てる中、うん、できるんだぜってポンポンポン、孫悟空みたいに匂い棒を使うかのようにクルクルクルっとしながらやってたら、はい、劇場のひげもじゃのおじいさんみたいな人に、はい、それやめて、どんどんやめて、どんどんやめなさいで僕そんな低い声でした。いや低かった、めちゃくちゃ低い声だったよ。ぶち切れてるじゃん逆にやろ、うん、やめろとかじゃなく、もう一番切れてる時、どんどんやめてそれやめて、トントン、戦争前の話し合い国連のふつふつと来るものはすごい感じてるやつやろ、うん、そもそもそのパンチカーペット自体、うん、僕らの劇団のもの。なるほどなるほど、うん、元来が元来お前のんじゃない。でもそれは、うん、劇場さんの本もあったらしい。中には中にはうん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 、僕のやってたやつは、まあ、あくまでも、うん、もう僕のとこのイエティのヨーロッパ客のやつや、ヨーロッパ客のやつや、うん、でももうすいませんみたいな、それはもうなるよ、そらそのヒゲモザのね、いやこれはあのうちのやつなんでみたいなことはできるわけない。劇場中シーンとなった、何よーとほらお前うちのやつやんけとは、いやもうやるわけない。でも本当にそれが怒られるって本当怖いね。それがフラグのおっさんみたいなやつがあの人やったかなその人関係ない、俺フラグ立ててないけどあれがもう見過ごせなかったじゃないですかちょっとでもちょけてる医者さんを見たらちょけてたよ確かに。俺はもうそのこれ大丈夫大丈夫こんなもんみたいな、そのバラシとかそういう後片付けの時とかにちょっとふざけるみたいな、バラシと仕込みの時に出てくる石田先輩っていうキャラいますもんねパンチの歪みや心の歪みとかまあキャラとしてね面白でやってくれてるんやけど、面白でその、うん、演劇の教科書っていうのがあるんだよみたいな、そうそうそうジョークとしてやってるけども全然面白くないやんそいつ今
今俺客観的に聞いてたら気づかれました。ただでもこれはね、俺全然面白くない、仕込み話の場では面白いんです。これはみんな笑ってくれてたよ、あの時。そうそうそう、うん、ケラケラってなるんですけど、ケラケラってなって仕込み話の場じゃないから今は。客観的に聞いてたら全然面白くない。その場その場でやっぱ演劇場に来てますから、役者は。こぐったこと愛想のやつじゃないよね、愛想の違います違います、うん、おもろいわーっつって笑ってるよね。それ危なくない？今なんかヒゲもじゃの人も、だもしかしたらパンチのことを女性やと思ってるんかな。もうその舞台監督的な立場からするとたと、ね、え人の彼女でも女性をそんな扱いすると許されへん、そんな扱いをもうトントンやるな、お前の女かもしれんけども女にそんなことすなっていう怒りだったのかもしれないですね。わかんないね。ただまあ怒られたくはないです。怒られたくないよ、本当に怒られたくない。もう怒られ怒られた今日は。そっからもう本当にみんなが僕のところやってきてさ、もうみんなが小声で、あのトントンやめてください、ずっと言われる、ずっと言われる。さっきまでかっこいい先輩やったのに。本当にこそっと身元やってきて、逆にさらにふざけ始めるみたいな、もう、うん、それをネタにネタに、おいええのできた、怒られたやつ言うてみたいな感じでたまらんかった。本当に終わりよければ全てよしって言葉ありますけどね、まあまあそのまあ、うん、真逆のじゃあ一番バラシュ締めが失敗したなっていう、怒られたなっていう感じですわ。なるほどね、まあ、そんなまあでもまあ綺麗に終わりました。ありがとうございました、見ていただいて、ね、こんな感じですよ。ダッチはどうですか最近は。僕はもうこの1週間ほんとね、家から全然出てないなっていう。でも忙しいらしいね、なんかいろいろ書き物やら。忙しいというよりも、うん、なんていうんですかね、偶然締め切りが一致したんですよ。わかります？いや本当わかる、それなんか一点集中し始めて、うん、あれでっていう。いや本当なんか普段全然暇なのに、はい、そういう時に限って重なるとか。忙しいやつはどんどん忙しくなるから。そうそうなのよ。でそれね、作家さんやったら締め切りかぶっても、うんうん、そのまあ何とか別にやれるじゃないですか、まあ、ですからね、うんうん、やれるじゃないですか。役者ってそれってかぶったら断らなきゃいけないわけじゃん。そうそうそう、1個しかできない、体1個ですから。でこの間そう、ついこの間もそれね、みんな喋ってたんやけど、本当売れるっていうのは、役者が売れるっていうのはそのまあ運っていうじゃん、うん、その運の良さがオファーが重ならないっていうことが売れるってことなんかなみたいな。いやもうスポーツ選手の一番は怪我しないことと一緒ですよ。そう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 、本当に強い上手い人、スポーツできる人って怪我しないみたいな、うん、それなんかもしれない。だから役者結局オファーが3つ来ました、でも3つ同時に来ました、うん、じゃあ1本しか出れないわけで、1本出ます。でもそれがその他の期間は暇なわけよ、うん、でもそれがその3本が別々に来たらずっと忙しいわけじゃん。これが売れるという状態だから、やっぱり売れてる人はオファーがちゃんと時期かぶらず来る。そうよ、もうだ石田さんがね、うん、年3回芝居出るとして、うん、もう一人も年3回芝居出ると、うん、でも、うん、もう一人のやつはその3つのオファーかもしれないじゃないですか。でも石田さんはそれぞれ4個ずつ来てて結果3つかもしれないじゃないですか。いやそうそういうことよ、ね、でも、うん、外から見たら一緒でしょ。一緒やから、もう年3つやなっていう、うん、そうなんですよ。そうなの、本当にそうだと思います。で本当売れてる人は年7つやれてるわけ、それやったら、うん、でオファーがきっちりと分かるわけでしょ、うん、でも石田さんは1回に7つ来てまうんでしょ。いや1回に7つも来んけど、そもそもあれ断ってはないけど。ごめんごめん、ちょっとエピソード取っちゃった。いや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 、でもいや、それは非常に分かります。でもまあ大変なあれなんだね。いやでもだから言うと、うん、まあ書き物やからできてるけど、うん、まあ、でもこれ実際忙しいっつっても1年に分けたら暇なんです多分これ。ああそうだね、だって3つ4つが1点集中してるから、うん、そうそうそう、この1週間なんか尋常じゃないぞっていうだけであって、うん、はいはい、元来暇なんです多分。大きい目で見るとその心を忘れちゃダメだよね。なんかその忙しさにかまけてさ、俺今忙しいんだみたいな調子乗ったらほんまいけません。ダメだからね、本当にダメだよ忙しいって。たま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 今締め切りか、偶然の一致が嫌やけどな。でもやっぱりなサイコロ1ばっか出たなみたいなね、ずっと嫌でもずっ
と家ですね。本当にクリスマス、世間はクリスマス気分だよ。もういや、真っ赤なお花のトナカイさんでしょ。世間はどういうこと。いや、もうトナカイ、トナカイでクリスマス気分でしょ。あれ団長珍しい。あれ僕今大きな外しました。大きな外れたこと言いました。トナカイ真っ赤な、あれ変なこと言いました。いやいや、クリスマスの真っ赤なお花のトナカイです。あそこまで言うと面白くない。引かない引かない引かない雪、引かない。そこで引かない引き知らず。でもさ、もうイエティをやってて思ったんやけど、はい、大阪公演もう本当に、まあ京都東京はまだマシやった、まあ、12月頭中旬ですからね。大阪の客席とかをね、まあ、本番前にこうモニターがあるんですよ、はいはいはい、でまあ、客席の様子とかこう見えるんですよ実はね、楽屋から。はい、なんかもう客席が浮かれてるんですよ。一人一人じゃあもう赤い帽子かぶった女の子とか、うん、コスプレの、それはいなかったけど。あれそのコスプレいなかった。サンタコスいなかったですか。なんかでももう笑い声が客席からもうすでに笑ってんのよ。ふふふふ、うん、何もないですよ。何も始まってない、また何も始まってない。みんなであれもう笑ってるやんこれみたいな。え、もしかして BGM でなんかおもろい曲かかってました。かなかな牛乳かかってました。あれやったら面白いけど、かも脱走が流れてるんやったら、それは客席は笑う。ミックソングかかってたら面白いけど、そら、うん、何も何にも歌詞で笑かすみたいな、何にもない。あれれれれチャラーみたいな。何ですか。ハンバーガーショップ流れてなかったですか。カモンタッの普通の BGM だけでキャッキャ笑ってて、こう俺らもう出ていかん方が受け付け意外と振動するからなこれ前半みたいな。出てったら俺ら安定していったらね。本番前安定してたら振動しますから、見る空気なするから。これ今のままの方がいいんじゃないみたいな、みんな楽しそうやね。これ3時間拘束して帰らしちゃったらええんちゃうか。チキン出したらいいんじゃないこれ。一番受けんちゃうか。なんやろそれ。本当そうなの。クリスマスやからですか。てかじゃあカップル、カップル、カップルとか女友達3人とか4人とかで、いやなんか楽しそうな感じで来てたよ。イエティじゃあ見終わった後どっか行くみたいな感じになってるんですかね。そうなってると思う。でももうこの時期になると本当にカップル多くなるよね。まあまあ多くないというか、僕らが意識しだすだけかも。まあそれ言うじゃんその説、うん、こっちが見てるだけ、うん、じゃあ俺でも数数えたよ、物理的にちゃんと夏も、うん、これ数数えた。野鳥の会ならぬ夏で電車の中でカップルはもう本当 大阪京都間はもう2です。大体2それ10から20跳ね上がってるじゃないですか。株買えたら大変なことですよそれ。10倍増。もう本当でもそうですよやっぱり。この時期に向けてじゃあ付き合うんですかね。告白したりされたりで。と思う。結局。そうでしょうね。いやまあわかるけど。惰性の惰性だけでな。もうクリスマスあるしとりあえずってやつ。惰性、もう全員惰性で付き合ってるんやろうなっていう思ってるんだ俺は。すごい。だからカウントしようか迷ったけどねこう。じゃあもう惰性でつけてるんで、漫画表現やったら顔がもう男と女しか描いてないですもんね。顔にこれはもう本当これはありなのか。ありへん。これスイッチ押していいのかな。どっからでスイッチなんですか。手を小指のつなぎですか。で男と女と二人でいやそうカップルこれカップルじゃないやついっとったやろけどな。いやでも本当に世間が浮かれてますわ。そうですね、まあ、そんな中一人でいんのはまあ切ないなっていう話ですけどね。何食うの家でいて。あ僕家の食事ですか。うん、外全く出ないっつって。本当にいやまあ、家から実家から僕パスタとか米送られてくるんですよ、うん、スパムが大量に送られてくるやつでしょ。またスパムも送られてきましたしそうめんも送られてきたから、本当そうめんチャンプルーとか一気にアロハオエな、ちょっとメンソールな感じになってますけど我が家はメンソール。あと野菜ジュース。野菜ジュース野菜ジュースはね最近送ってこない。あそうなの。はい、男女の母親が送ってくる食材ね、ただでさえね、その、まあ、バイヤーの状態ですからね肉体は。もう本当だよ。まあまあそんな感じでやってると、はい、まあやってますよ。楽しくやりましょうよここぐらいは。そうですね、うん、この場所ぐらいは元気よく。なんかトピック来てますか。あ行きましょうか。じゃあ
リスナートピックスというわけで、うん、まあまあリスナーさんからトピックスの続々と送られてきております。ありがとうございます。じゃあもう早速、うん、行っちゃっていいですか。行きましょうよ。それではのんちゃんさんから。あ、この人あれじゃない、あの芸人さんに恋をしてるカプセルで。のんちゃんさん、トピックさん、はい、トピックの方、のんちゃんさん、今のバイト先が説明しきれないぐらいすごくて、うん、猛烈に辞めたいです。一つ挙げるなら先輩の言ってることの矛盾がすごすぎます。まあ、え、バイト辞めたいぞっていうトピックですね。具体的なそれはないの、その一つ挙げるなら先輩の言ってることの矛盾がすごすぎます。どんな矛盾なんやろ。いや、それは矛盾は矛盾じゃないですか。どんな盾と矛を持ってるんじゃないですか。そこで正語に習ってそんなこと言ってんの、うん、そのバイト先の俺の矛は貫くし。あれ、そういうことじゃない。面白い。相当面白い。どんなんやろ。あ、休憩行っていいぞって言った後に、ちょっとこれ皿洗っといてとか。どんなんやろ。今休憩入っていいぞ。あでもこれ皿洗っといてなと。バイトは何をやってんの。いや、それもないんですけど。あ、ないんだ。でもどんな矛盾があるんやろ。でもそういうことじゃないですか、本当に。先輩の。じゃあ、注文来たから、うん、唐揚げ作っといて、はい、はい、はい、して、なんでオムライスできてへんねんとか、そういうこと。いやいや、唐揚げ言わせよ、言うてないっていう、もう、それはね、客が悪いけど、そいつが悪いけどな、どんな矛盾？矛盾って、そんな矛盾しないでしょ、ね、人って。で、演劇の世界やったら、うん、演出がやっぱちょっと矛盾めいてること言うじゃないですか。言ってんの。あ、例えばもう、いや、僕役者にね、演出するときに、はいはい、近くで喋ってるから、うん、そんなでっかい声出さんでいいと、はいはい、距離近いのに、役者同士の距離近いのに超巨大な声で喋る人いるじゃないですか、はいはい、普通の声で喋ってって言うけど、うん、ただ劇場は広いから聞こえる声で喋ってっていう。矛盾やね。矛盾やけど、でもなんかわかるでしょ。ただでも柄本明さんは、はい、ささやき声が劇場全体に聞こえるらしい。それはなんか特殊な、もう劇力ありすぎて、演劇力で、演劇力ありすぎて、ささやき声が劇場全体に響き渡る声らしい。できるんだな、それもう全あるらしい。演劇力じゃありすぎたら、うん、海のシーンって言ったら音出てくるんですか。サッパーどこから鳴ってんねんおい。柄本は。いや、あるらしいよ。でそういう文字やったらまだ OK やと思うわ、劇の。な、昨日まで言ってること全然違うやんみたいな。まあでもそれはまああるからな、それも。でも実際さ、あるよね、うん、昨日思ってたけどやっぱ今日違うとか。あるしね。バイトのパイセンもひょっとしたらそういうパターンもあるかもしれないですよ。休憩していいって言ってたけど、うん、よくよく考えたら休憩してよくなかったっていうパターン。思ったことすぐ口にしまう人なんかも。なんなんやろね。でバイトは知りたいですけどね。何のバイトしてるんやろね。でものんちゃんは確か二十歳ですからね。二十歳とかか。だからか、じゃあ本当ファストフードとかじゃない。ファストフードマックとかさ、なんかそういう、うん、でもマックはもうスマイルだけが命ですから。スマイルしといてっつって、うん、今ヘラヘラ笑っとんだ。仕事せクソ野郎思ったな。なんだよね。矛盾。先輩のところの矛盾がすごい言ってる。だから本当に意味での盾と矛なのか、それとも石田さんが言ってるようなことなのか、どっちかは分かんないですけど。まあでもね、先輩だったらもうあれかもよ、これもう、うん、その矛盾、結構矛盾してることを言ったりとか。それこそ間違ってることももう受け入れなきゃいけないみたいな、社会のね、社会そういうもんだってするからね、こっから本当にらしいからね。もう本当その人が、うん、まあ、白でも黒と言ったらもう黒と言わなきゃいけないみたいな、その話じゃないけど、でもそれをすることによってより高みにいけるみたいな、乗り越えることによってね、うん、だとするとらしいからね。その矛盾を言って頑張ってるのんちゃんを裏で見ながら、うん、耐えろよって言ってることですね。壁からそう見ながら耐えろよのんちゃん、のんちゃん。だからなんか本当にね、接客側の
相当下手なのんちゃんが、はい、すぐ噛むのんちゃんがそれこそもう雑巾掛けしとけみたいな、はい、雑巾掛けワックスだけやっとけかけてワックス取れ、はい、ワックスもね、はい、そうやってやってるうちにいつの間にかその動きがあベストキッドのようなベストキッドこれがお客さんの接客に対するあこのレジの時のこれにみたいな、なるほど、いつの間身についてるとかシャツを脱げかけろ切ろいやその動きがいつの間にこれがクレーマーに対するもうモンスタークレーマーに対するこの動きがモンスタークレーマーをその受け流す動きだったのかみたいな、店長の言ってることをただ私は矛盾と思ってたけどこういうことだったのか、私を鍛えてくれてたのかっていう、いやそれは本当にまだ分からんから、そうそうそう、うん、まだのんちゃんも二十歳そこそこですからね、うん、ひょっとして実は裏にすごくなんか、うん、すごい、それは分かります、もしくはほんまただのバカな人の態度、どっちかですからどっちかや、どっちかですもん、うん、それどっちかです、うん、だからやめるにしてもやめるにしても一旦、うん、一旦先輩の動きを見てみて、ね、まあそうやね、うん、やってみて、もうちょっとやってみて、それが分かるのが5年先10年先ですよってことです、ね、30になった時に、うん、あん時の先輩はそういえばっていうあるかもしれない、ポッてなると思うね、うん、先輩探したけどもいないバイト先行ってみたらもう辞めましたよあの先輩はあの先輩もいないです、山にこもって、山にこもってもうそうならないようにね、うん、まあ、具体的などんな矛盾があったのかちょっと教えてほしい、ちょっとね教えてほしいですね、はい、ということでじゃあもう一つ来ておりますよ、はい、畑吉さんから、はい、トピック来ております、私はちょっと声を張るとすぐ声が枯れてしまいます、石田さんのおすすめのケアや喉の鍛え方があれば教えてください、ちょっとまあ質問形式の声メッセージでございます、その役者さんでもないでしょその人、でも一般人ですね、一般人、あの以前、うん、腰が痛いのでどんな杖がいいですかって言ってたから、おそらく体が弱いですね腰も痛い喉も痛い全部痛いないか、これじゃないか、まあね、でも、うん、喉枯れる、あのヨーロッパ客のスタッフの杉浦君がいるじゃないですか、うん、杉結構すごい喉、うん、あんま強くなくて、ああ確かにね、カラオケとか行ってもすぐに喉枯れちゃうんですよ、はいはいはい、うん、まあ、あそういう人っているんやなと思って、うん、僕らはねよく声出す仕事やから、まあそうだね、ちょっとタフじゃないですか、うん、やっぱりそれはそうだと思う、やっぱそういうのがすごい気になる人もあいるのかなと思って、まあ、すごくガラガラなる人いますからね、まあいるね、え、まあ、発声練習あ腹からうわーとでもそれもなんかでも喉って消耗品らしいからね、でもともとピッチャーの方と一緒ですか、うん、割と喉を開く開かないとかってまあ本当にあるらしいんだけど、結局消耗品でとかなんかいろいろいろんな諸説あるかもう分かんないんだけど、僕も石田さんはもう本番中あやばいなと思ったらどういうケアするんですか、声出さないとかだから、あもうずっと静かにまあまあで、うん、手話で、でも昔は全く喉枯れなかったんだけど、ほらもう今もう言ってるうちに声枯れてきてるもんね、年ですか、やっぱ消耗してるってことなんですかね、でもね精神的なストレスすごいあるらしくて、へなんかこれあの人に聞いた話で、いや記者さんに聞いた話なんだけど、うん、なんかいじりで、うんうん、ある人が喉全然枯れてないのに、うんうん、その先輩の人が、うん、あなた喉枯れてんねみたいな、うんうんうん、で全員で全然喉枯れてないのよ、うんうん、大丈夫、ほんま、もうすぐ本番だけど喉、まあ、ノリでね、ノリで、うんうん、喉枯れてんじゃん枯れてんじゃんみたいな、そ宝塚かなんかの話聞いたんだけど、あ、まあちょっと、うん、でノリでやってたの、うん、そしたらその女優さん本当に本番で喉で声で出なくなって喉枯れたの、やっぱごめんってなったらしいけど、言霊力というか、そういや確かにストレスで言うと、まあくだらん話ありますけど、うん、北斗の拳に出てくる凛も目の前で親を惨殺されて声出なくなってましたからね、くだらん言ったでしょ頭に僕がくだる話を言いましたか、石田さん一度でもそれ原哲郎先生の原哲郎ね哲郎原哲郎先生のさじ加減や、それはでもケンシロウが危ない時にケンシロウが暴れる時にケーン言ってました、逃げてー言ってました、あ本気だと出るやなさじ加減やから漫画の
目の前で残殺されたストレスでその女優と全く一緒ですよ。違う負荷が、精神的負荷がこれ出ないぞっていうで、声の毛はまあ蜂蜜とか、まあそんなのど飴とか蜂蜜舐めますね。うん、舐める、そういうのはしてますけど基本的に。でもやっぱあんまりこう使わないことだったりとか、ね、マスクしたりね、温めたりしますもんね、みんな。でもまあどれが効くとかないもんな多分。うん、もう病院行くしかないですよ、ほんとこうなってくると。ポリープとかっていう危険性もありますから、すぐ枯れる。あ、そうなんすか。うん、怖い怖いですよ。ポリープができかけてるとか、うん、できかけてすぐ治ったりするんだって。でそういうの繰り返して繰り返して、本当にでっかいポリープができちゃって手術しなきゃいけないみたいな。で僕もそうなんだと思う。ほんとすぐ枯れるようになってきてるから、うん、ポリープが今、うん、ポリープ、あの予備生予備軍が、はあ、できてんだと思う。でも治るんだと思う今は。もう今言ってる間にどんどん、もうそれも女優と一緒じゃないですか自分で自分に言うてどんどんポリープできてると思うって言いながら、ポリープが今刻一刻とそれこれが心弱すぎるやろ。ラジオ終わる頃に溶けしないでください今ペホーって。そうですね、はい、ありがとうございます。そんなんですか。はい、まあこんな感じでトピックス、はい、本日終わりということでございます。どんどん送ってください。はい、カクテル恋愛相談室、大人の恋愛ラジオドラマを書いてきた石田が大人の観点から、はい、恋愛相談に乗ると。そして団長はアニメ、はい、オタクの観点から極端なアドバイスをしていくというコーナーです。はい、はい、それでは、うん、匿名希望さんから、男性の方です。うん、石田さん、うん、僕は女性と付き合う前に体の関係を持ってしまいます。そのまま付き合うこともありますが、振られてしまうこともあります。体の関係はあるのに、こういう場合の女性の感情が全く分かりません。教えてください。やばいな、これもうこの時点でもう俺より大人やからあれカクテル男爵カクテル先輩として石田さんよりも、実はやろ、実は俺もないもんな、その付き合う前に関係持ったみたいな経験ない。ただ彼はあの翻弄されてるわけです。どうも関係を持ってみるものの、うん、そのまあ付き合える人もいると。あ、ただ関係持ったものの告白すると振られてしまうこともあると。もうその女性の感情がわからんくなって思ってるんです彼は。彼は多分純真に誘われればままにプレイをしてしまい、なるほどな、でその子と付き合いたいと思っても振られるともう何のこっちゃわからん状態なんです。すげえな、全然俺より大人やなやばい。 いやいや違う、でももうはっきり言うことは、その人はだからやっちゃダメなんだと思う結局。もうそうです、やっちゃらとおしまいなんだよ。やっちゃおしまいだよ結局、うん、獣じゃねえんだからちゃんとお付き合いしたいんだったら、いやお付き合いしたくない人もいるんだったら別にそれでいいかもしれないけど、ちゃんとお付き合いしたいんだったらやっちゃダメだと思うよ。相手が川キャラじゃないことを祈るのみって。あれ、はい、その後輩の、はいはい、後輩のそのイエティに出てた後輩の名前出すのやめますやめて、うん、はい、確かにね、いろんな人がいろんな恋愛の形じゃん。何の俺はフォローしてんの、その僕の後輩を後輩の男女の後輩のいろんな、まあそうですね、うん、いや、まあでもやっちまったらおしまいってのは確かに分かりますね。うん、それその恋愛の、まあ、高まるじゃないですか恋愛って、うん、高まる、もちろん高まる先にチューしたいとか、まあ変な話、まあ、エッチしたいであるとかもあるじゃないですか。ある。さっきにそうガス抜きしてもうたら、いやそうだと思うよ、無理になりますもんね。なんかっていうかもったいないよねそれ。そう、すごいもったいないことしてる気がする、うん、せっかく順序やっていけばすげえ興奮が得られるのにね、うん、家で枕を舐めたり濡らしてみたり、いや本当そうだよ。これ自分の好きな女性がいるとするじゃん、はいはい、その子とすぐやっちゃったらもうその気持ちよさだけで終わるけど、その子をずっと追いかけて追いかけて、何やったらすぐ付き合いそうやけど、一回もう友達と
もう付き合わせたりして、おや、うん、その友達と付き合わせることから逆にそっから奪うみたいな、そしたら相当な興奮が得られるわけやん。やっぱ好きやつってあいつ紹介したけどやっぱお前は好きやつって、うん、ね、その友達紹介して友達今渡してで、じゃあそれありがとうございます。ゲスやろう。でもそういうことなわけよ。わかります。でも今は極端な話をしましたけども、うん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 、その愛する女性ともういきなりやっちゃったらそれでおしまい。もうそれの一家の子が、まあ楽しかったですはいなんですけど。もう出会ったりは出会ってなんかこうこの時一瞬すれ違って一回だけ声かけて焼きも気が好きなんだとにかくいや好きというかそういうことをすることによってそのベッドインした時の達成感ってまあわかります。いきなりなんかいきなりゲームやったらね、いきなり裏技でクリアしちゃったみたいな。そうそうそうなの。何も面白くないですから、ね。ドラクエとかでいきなりレベル、確かにレベル裏技でレベル99とかでやっちゃうとか、まあ楽しくないですやっぱり。楽しくないです。スライムから倒していかんとやっぱり。そういうことなんですよ。やっぱりスライムなんですよ。メールの対面にちゃんとこんにちはって入れてる時点から楽しまないと。そうですよ。この人はいきなりね、うん、ボス倒しに行ったらあかんちゅうことですね。いや本当にそう。いや確かにエッチしてないからこその楽しみ方もまああるっちゃあるかもしれないですもんね。いやーそのそうなんですよ。あっこでキスできたんちゃうかなみたいなやきもき感であるとか。いやそういうの考え、お知り合いの役者さんでさ、めちゃくちゃ男前のイケメンのね役者さんいるんだけどさ、はい、その人がさもう東京の役者さんじゃないけどさ、はい、109とかに行ったりすると、うん、その109のショップの店員の女の子とかなんかもうなんか電話番号とか紙書いてバーッと渡してくれやって。もうあうちの栗豆みたいな逆のパターンね。逆なんもうそれ言うのね、栗と豆尾くんなんか自分の、うん、アドレスお城見に来たやつ、うん、みんなに渡すっていう、あれもパフォーマンスやけど、ガチのパフォーマンガチやけどパフォーマンスやけどガチでそうやって渡してきたりするんやって。逆なんでもいき何でもできるんやって、もうその子からしたら。で若い頃はそうやって遊んでたけど、うん、もう全然楽しくないと思う。本当ちゃんとして僕恋愛したいんで、もうそういうの全く興味ないんですよって。はあなるほどなって。それは下手やつが言うことやから。下手やつ、うーん下手やろ。下手のやつやから。下手なんや、ね、俺らみたいなもんが言ったら何よっていうそこの段階はまあ経験してみたいっていうのはあるよね。確かに。でもまあでも結局でもそこに行き着くってことは別に行き着くんだからそこでいいってことよ。だからやっぱりちゃんとした手順を踏んだ恋愛、手順っていうのがやっぱ一つ大事なのかもしれない。あそうです手順です。だからこの人もなーに、うん、付き合う前に体の関係いきなりブラホックに手をかけずにっていうのはもう寂しいことだと思いなさい、まあ、そんな行為は、うん、なるほど。すごいも寂しいことというかもったいないことしてんだよっていう、もったいない、よりもっと興奮が得られるのに体の関係を経てなければ、うん、もう一回そう、もう一回友達付き合う、それを奪うっていうのが一番イケメンなんでしょうねきっとこの人もイケメンで、おそらくそんな空気になったらなんかもうね、仏壇で頭殴るとか自分のそういう危ないっていやそうですよ、うん、得なる人間になるんやそんな行為あるかな一人暮らしやろうしな女の子の家とかね、そんなんやろうし、まあまあでもそうですね。ああでもいいですね。まあそうです。もうちょっと手順大事。それは確かにもう、いや大人すぎる、うん、大人すぎる意見やったやろこれ。いや僕もゲーム的にからしても、はい、いきなり裏技でボス倒したらおもんないよっていうことですね。そういうことですよ。やっぱコツコツね。うん。家庭を楽しまないと。レベル上げてってる、はい、その人とこうどういう感じで付き合えたかっていうのが一番楽しいからねこれ。ああ。いや金言やと思います、うん、本当に恋愛手順を楽しもうぜっていう電車くれてきた。出会いは何でもいいと思いますよ本当に。コンパとかでも何でもいいと思う。僕はなるほど、うん、
ね、コンパで知り合ったからっていきなりそういう関係になるとかじゃなく、その日お持ち帰りとかそういう下品なものじゃなく、ね、なくもうそっからまた一からやり直すみたいな、ね、今日ありがとう楽しかったわっていうクソみたいなメールクソみたいなメールがそれで付き合うことだったらもうすごいからね、そのこの上がり具合、グラフの急上昇のたるや、うわーって上がるわけやから、そこ、うん、いや逆にそういきなり手出して思ったら頂点から下がるのって、そうそう下がるのやっと下がっていくだけ、おもんない人生ですよそんな、あ面白い、うん、あ、いやいい恋愛してください、そうですね、うん、手を出すなっていうことで、うん、じゃあだから僕は本当にエッチするな宣言をここに、でも南京錠をかけてもらってパンツに付き合って3ヶ月はしなくていいと思います、あらららら結構長いですね、長いことそれ楽しもう、3ヶ月でもなあ無理やろうけどな、付き合ったらで付き合うまでが長い方が楽しいと思うな、なるほどね、あでも付き合ってしまったら、出会ってから、うん、出会ってから付き合うまでが3年とか、中1で出会ったら高1ですよそれがそういうの楽しいと思うよ本当に、その間絶対誰かとちょっといい感じになったり、やけどいっぱいありますからね、ドラマもう向こうは他の人と付き合ったりとかね、えもうそれでちょっと長くなって相談乗ったりとか、もうでも自分が好きな相手にの人から相談って受けたことないのよ、あ自分の好きな子から好きな子いんねみたいな相談を、うん、なるほどね、って受けたことない、受けてみたいですか、受けてみたい、それが一番興奮すると思ってるから俺NTR 寝取られそれを高校の時にやってるやつが一番の勝ち組や、この世で、この世でのこれ、ね、どっか言ってるよね僕ね、まあ、高校生の時に恋愛してるやつが一番いいっていう、高校の時にそう友達の彼女を奪ってるっていうのが一番勝ち組それ以上の興奮得られないから、逆に言うと金メダル取ったやつよりも、いやもうそらウサインボルトよりも、気持ちいいって言うと思うよそら、あもう超気持ちいい超気持ちいいって何も考えらんねえって僕は女官奪ったと、超気持ちいい今まで生きてきた中で一番幸せって言うと思う俺、うん、まあ奪われた方からしたらたまったもんじゃないですけどね、たまったもんじゃないけども、逆にそれやればいいわけやし、またあ別に奪われたやつもそれできるわけやから、あダメーなペイフォワードですね負の負の連鎖が続きそうやけど、でも高校の時よそれは可愛いやつよだから、あ、うん、一番可愛いやつ、大人のドロドロしたやつよ、ドロドロじゃなくてその不倫とかそういうドロドロじゃなく、一緒に寄ってもらうと、ね、話変わってくるから、うん、年齢重ねてたら本当に変な紙とかね、紙媒体の話になってきますもんねちょっと書類のもう書類の感じになってきたらもうそれは怖いから、高校生のもうちょっとしたその両思い片思いの話がでも一番興奮する、なるほど、マクドのクーポンあるからマクド行くぐらいの会話してるぐらいのやつら、マクドのクーポンあるからこれで誘おうと思ってるんよ、ね、いいと思うみたいな、じゃあ俺もあるこれ使えや、当時はお金ないからね、ちょっとじゃクーポン必死ですからみんな、僕らでもすぐじゃあカツクラでトンカツ食うかみたいなそんなとこですよもうクリスマス、そうです、ね、楽しいクリスマス過ごしてください、結局やっぱ恋愛なんですね、恋愛ですよ、楽しいクリスマス過ごしてください、はい、過ごしてください、はい、もう終わりましょう、はい終わりましょう、はい、また来週も聞いてください、さよなら、さよなら、LoveFM Podcast。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。